お願いします。始まりました、おはちゃりこはるです。今日は絵を描いていきたいと思います。普通に描いてもね、もちろんいいんだけど、今日はこのボンドと塩を使って花火をね、描いていきたいと思います。そう、あのね、夜空の花火を描きたいから、試しでやってみたいね。そう、試しでやってみてじゃん、試したらこんな感じです。もしかしたら学校で作品を出した時に塩がポロポロ落ちたりしてご迷惑をかけるかもしれませんフィットチーネグミみたい。あー、そうそうそう材料は塩、画用紙、ボンド、これがないと始まらないからね。で、あと色をつけるための絵の具。これはね、あの学校で使ってるのはちょっとあの塩がついちゃったらダメだから、ちょっとね、新しいのにしたんだけど、筆も入れます。これ用にね、買いました。あとこれだけでももちろんいいんだけど、今日はこちらとこちらです。これなんか普通に色つけてももちろん綺麗にできるんだけど、周りをねキラキラにできたらいいなと思って、これを材料に入れてます。これとちょっとやってみないとどうなるかわからないので、わかんない、ね、ひょっとしたら使わない方が綺麗かもしれない、ね、けど、よし、やってみたい。やってみよう、やってみよう。何もチャレンジ、チャレンジスタート。こはちゃれ。はい、まずはボンドで花火の絵を描きます。次に上から塩を振ります。塩を落とします。絵の具で色をつけていきます、うん、いい作品。小入るかなそればっかりいいよ、小はどっちでもいい。なんでこれちゃん6年間全部小借りたいの。塩を押してボンドに貼り付けるような感じでいいね、いいね。しばらく乾かしてからまた周りに描いていくよ。大きな花火にしたいからね。ボンドが乾かないうちに手早くするのがポイント。この花火は青系と緑系にしたよ。いろんな色があったら綺麗だよね。はい、続いてお隣にも花火を描いていきます。ボンドで描いて塩を振って余分な塩は落とします。この時に隣の花火がちゃんと乾いてないと絵の具が流れてきちゃうから、時間をかけて乾かしてから次のをやろうね。こっちの花火は赤系と黄色系です。いい感じだよ、綺麗にいけおる。塩が剥がれないようにトントントンってやるんだよ。いいね、うん、綺麗、夏の思い出って感じ。うん、爽やかな感じと情熱の明るい感じ。なるほどはい、乾かしている間に周りの絵を描きます。今回私はライトアップされたお寺を描くよ。クレヨンで色を混ぜたり、細かいところは色鉛筆でやったりしたよ。なんか色違う？最後の花火を、はい、心を込めて描かせていただきます。ボンド職人、ボンド職人。はい、3つ目の花火です。3つ目はね、紫系にしたんだよ最後はグリッターのりで仕上げることにしました。のりだから塩を抑えることも
もできるし、ラメ入りだから花火みたいに周りをキラキラにすることもできるからね。それにやってて思ったんだけど、色を鮮やかに綺麗にする効果もあったよ。ゴールドとシルバーは何色にでも合う。さらに周りの絵も細かく仕上げていきます。こうして出来上